密告を恐れさせる戦バカたち。重火軍四将の未知なる実力を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、重火軍四将の未知なる実力について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。650話で登場し、独特の存在感で、読者の話題を集めている重火軍四将。まだ戦闘描写がなく、実力は未知数ですが、前評判では、圧倒的な強者という印象です。では、彼らは、それぞれどんな武将で、どのような戦い方をするのでしょうか。重火軍四将の強さや戦い方など、武将としての力を考察してみました。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、ぜひ、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、四将の評価と成績。今回初登場を果たした重火軍四将ですが、その実力は中華でも名高いようですね。近年は、巨匠である、重火の防衛を任としており、国境を接する新、一旦に備えているようです。重火は、何カ国が国境を接する重要地点なので、必然的に、他国からの侵攻が多くなります。しかし、重火軍は、その全てを撃退し、前線全勝を収めているとのこと。特に、城主のマウと将軍の戦闘運が有名で、モウキも、警戒対象として名を挙げていました。作中の半年前に、韓軍を撃退していますが、彼らの強さを恐れるがあまり、どの軍も重火に侵攻してこなくなるという、恐怖を持って敵を遠ざけている存在ですね。祖軍の司令官たる、カリンをして、重火軍四将がいる限り、重火は絶対落ちない。と太鼓判を押しているほどです。カリンが認めるほどということは、少なくとも武力は超一級と言えるはず。そんな重火軍四将の強さや戦い方を予想できる範囲で考察してみました。2、モチーフは姿勢順。一人一人を掘り下げる前に、ちょっと面白いなと思ったことがあります。それは、重火軍四将のモチーフが、姿勢銃なのではないかという点です。姿勢銃というのは、中華に伝わる伝説の霊銃で、貴族、白虎、青龍、玄武という4匹です。四将の初登場時の残酷な場面を見てみると、マウと戦闘運は街灯を羽織っていますよね。マウの街灯には、羽の生えた鳥のような刺繍が、戦闘運には、虎の刺繍が見られました。さらに、出撃の場面で、玄武がつけていた鎧には、胸当ての部分に、竜らしき文様があります。呪光の服には、亀らしき衣装はありませんが、今後何か出てくるかもしれませんね。そんなモチーフを感じさせる重火軍の四将、どんな武将なのかを一人ずつ考察していきます。3、城主、マウ。まずは城主であるマウについて、階級は将軍であり、大将軍というわけではないようです。まあ、隣国君曰く、その将軍は、他国の大将軍級とのことでしたので、武力が低い列国の大将軍以上の強さを持つ、という可能性は十分にあり得ますね。カリンからは戦バカと呼ばれるほどの戦好きで、モンド軍の侵攻に泣いて喜んでいました。ただ、連覇や標高のように戦を愛している、というよりも単純に楽しんでいる様子も、重火城での行動や言動を見る限り、知力の方は、あまり高くなさそうな印象を受けます。にもかかわらず、戦が強いという点を考えると、個人武力が高いというのとは別に、本能型の才能を持っている、という可能性もありそうですね。知力が低いのに、戦が強いというのは、自身にちょっと似ているところがありますね。大国は、作中でも、大柄な部類、かつ筋骨隆々で、剛力の持ち主だと想像できます。獲物は矛であり、剛力の巨漢となると、連覇四天王の開始棒に近い戦い方の武将かも。マウボの大水と打ち合うには耐久力が不安ですが、ここでどう戦うのかが楽しみですね。4、将軍、戦闘員。続いて、おそらく、重火軍のナンバー2と思われる、戦闘員について。彼も、マウと同じく、階級は将軍であり、重火一体の国から名が知られています。特徴的なのは、彼の百面相ですね。感情が素直に顔に出るのか、喜怒哀楽で表情がガラッと変わります。行軍の場面では凶暴な顔をしているので、
戦での本性は猛攻タイプなのかも。戦闘に入ると人格が豹変するような強戦士という可能性もありそう。重古軍における特攻隊長的な役回りを受け負っているのかもしれませんね。獲物は矛ではありますが、見た目からは力が強そうには見えません。どちらかというとキングダムにおいては細身の部類ですよね。そうなると速さ重視の戦い方か、強上等な下道という可能性もあるかも。個人武勇のイメージとしては四角が矛に持ち替えたような感じでしょうか。どかたなく雰囲気も似てますし、戦い方も近いのかもしれませんね。5. 将軍ゲウ。有名なのは前述の二人のようですが、ある意味で私が注目するのはゲウです。ゲウはマウラと同じく将軍ですが、二人に比べると知名度は落ちる模様。もしかしたらこの4人の中では最も新顔なのかもしれませんね。私が注目したいのは興奮シーンで、ゲウの前に立つ歩兵の装備です。歩兵自身は槍と盾を携えながらも6本の剣を背負っていました。これは明らかにゲウのための荷物持ち役の兵なのでしょう。本人は腰に1本だけ剣を差しながらも長物は持たず腕を組んでいました。つまりゲウの武器が剣なのは確実です。黄金のようにチュブソウが槍だったりすれば飾り役歩兵ソウなのかもと考えられますが、わざわざお供に持たせていることを考えると7本の剣を戦闘で何かに使うはず。他の漫画のように7本を一度に操り全てを駆使して戦うということはないでしょう。であれば剣技に剣がついてこれずすぐに剣を折ってしまうであったり、地盛りで切れ味が落ちることを嫌い剣を使い捨てで戦うという感じでしょうか。ちなみに髪型や雰囲気などが間伐漫画のトウの師匠にどかとなく似てますよね。年齢や性格は違いすぎますが、剣の使い手という点も同じなので、ゲウとトウの師匠の間には何か関係があるのかもしれません。実はゲウはトウの師匠の息子で汚染剣技の真の後継者という可能性も。だとすると7本の剣を使い、トウとはまた違った新たなファルファルを見せてくれるのかも。6. 軍師受講。最後に重古軍の軍師である受講です。彼は三国志の諸葛亮のような軍師の見本のような姿の人物ですね。これで右線で守っていれば完璧に諸葛亮の格好でした。しかし性格の方は冷静沈着というよりは覇気がないようにも見受けられます。脱力系の軍師という意味では外門の軍師である純粋を思い出しますね。城の守りを5000人で十分だと即答するなど頭の回転は速いようです。とぼけた感じのマウス戦闘運の価値を取り信頼を得ている様子を見るに、奇烈なシャアをも策に組み込めるような型破りな軍略を得意とするのかも。その意味ではマウキとの軍師対決が期待できるのではないでしょうか。以上が重古軍四将の能力の考察でした。ここまでの情報を素直に受け取るのなら高確率で彼らは強敵となります。しかしこのパターンは過去に一度見たことはありますよね。実績実力ともにかなりの好位だったはずの激震は李牧黄巾に瞬殺されてしまいました。激震も自信満々で出撃しての返り討ちだったので、重古軍も蒙武に同じパターンでやられる可能性も。カリンの援軍の件もあるので簡単にはこの戦は終わらないと思いますが、中華でも最強級の武力を持つ蒙武相手にどう戦うのかは楽しみにしたいですね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。